グルクロノラクトンとは、グルクロン酸のラクトンの総称である。分子式は C6H8O6, 分子量は176.13。グルクロノラクトンとグルクロン酸は、水の存在下で、互い変であり、どちらも生体内にしばしば見られる分子であることから、グルクロノラクトンは、生体内における代表的なラクトンの一つに数えられる。人の場合も、例外ではなく、 人の体内にも、グルクロのラクトンとグルクロン酸の両方が存在している。グルクロのマイナス3、6ラクトンの尖閣構造。3位と6位で分子内脱水縮合を起こし、5因間のラクトンを形成している。ウロン酸とは、直鎖状のアルドースの末端部にある、第1級アルコールの部分が酸化されて、カルボン酸となったものであり、グルコースのウロン酸がグルクロン酸である。 ところで、カルボン酸はカルボキシ元を持つ酸の総称だが、このカルボキシ元は水酸元との間で脱水縮合してカルボン酸エステルを作ることが可能であり、分子内にカルボキシ元と水酸元の両方を持っている場合、分子内で脱水縮合を起こして感情のカルボン酸エステルになる場合がある。そのような感情カルボン酸エステルの総称がラクトンである。 分子内でこの反応を起こすためには、カルボキシトと水酸トとが比較的無理なく接近できること、具体的にはラクトンになった時に5因間や6因間になることが可能な分子であると都合が良い。グルクロン酸はこの条件に当てはまり、脱水閉環してラクトンになることができ、グルクロのラクトンが生成し得る。グルクロン酸の位の炭素が持つ水酸と位のカルボキシとが、 分子内で脱水縮合を起こして5因間の環状のカルボン酸エステルになったものがグルクロのマイナス3、6ラクトンである。同様にグルクロン酸の2の炭素とが持つ水酸元と6位のカルボキシ元とが脱水閉環して6因間のラクトンとなったものがグルクロのマイナス2、6ラクトンである。ただし、この脱水閉環は過逆的であり、 グルクロノラクトンのエステル結合は比較的容易に加水分解されてグルクロン酸に戻ることもできる。このため水溶液中においてグルクロノラクトンとグルクロン酸とは平行に達する。したがって仮に純粋なグルクロン酸の水溶液を作ったとしてもやがてグルクロノラクトンとグルクロン酸との混合物の水溶液となる。ただし水溶液が この平行に達するまでの時間は、室温付近では比較的時間がかかるため、室温において水溶液にした直後に平行に達するというわけではない。グルクロノラクトンは、しばしば生態中に含有される物質である。グルクロン酸は、例えば動物の軟骨などに含まれる、コンドロイジン硫酸や、動物の皮膚などに含まれるヒアルロン酸や、 海藻が持つカラギーナンを構成する部品の一つである。このため、生体はグルコースからグルクロン酸を合成している。生体には当然のように水が存在しており、記述の通りグルクロン酸の水溶液はグルクロノラクトンとグルクロン酸になるので、必然的にグルクロノラクトンが生体内で生じる。なお、グルクロノラクトンは人において脳や肝臓の血流を改善して、 その働きを高める作用を持つとされている。そして、日本では、肝機能改善薬の一つとして数えられている。このようなこともあり、例えば、レッドブル社のレッドブルや中外製薬が生産する、ドリンク剤に配合されるなど、飲料などに添加する例も見られる。クルクロノラクトンは、ベトナム戦争の際に、アメリカ合衆国連邦政府によって開発された薬品であり、 脳腫瘍を誘発する物質であるというデマが流されたことがある。グルコースのアルドン酸であるグルコン酸も1位のカルボキシ元と分子内の他の水酸元との間で脱水縮合して環状になる、すなわちラクトンを作ることが知られている。例えば1位のカルボキシ元と5位の水酸元とが分子内で脱水縮合するとグルコのマイナス1、ラクトンとなる。 単結合が連なって感情になっている場合、比較的5因間や6因間は、感情になったことによる、感歪みが少ない。水が抜けて、その分だけ分子量が減っているのをわかりやすくするため、ここではあえて整数値で分子量を書いてある。それぞれの分子の正確な分子量は、それぞれの物質の記事を参照のこと。日本標準商品分類番号。 873916P8 グロン酸内服液2本標準商品分類番号873916ありがとうございます。